我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は PC やスマートフォン、そして iPad などのタブレットで無料で使うことのできるお絵描きソフトメディバンペイントについての講座動画を取り行うと思うのであるぞ。ただこのメディバンペイント、使う前にいくつか説明をしておかねばいけないことがあるので、まずはそちらを簡単に説明をしてから基本的な操作の説明などをしていこうと思うので、よければ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。ディープブリザード。メディバンペイントとは PC、Windows や Mac、 そして iPad、iPhone、Android などで無料で使うことのできるお絵描きソフトの名前である。無料ソフトながら漫画やイラストを描くことができ、そしてそれを様々にサポートする機能や素材など多数揃えている、まさに無料とは思えない有料級のアプリなのである。しかしこの Windows や Mac で使われている PC 版はメディバンペイントプロと呼ばれ、その後に発表された iPad 版、 iPhone 版、 Android 版とは操作性や機能に一部違いがある。 PC 版のメディバンペイントプロは完全無料で使うことができるが、 iPad、 iPhone、 Android 版のメディバンペイントは基本無料として、課金で広告を除去、そして機能を追加することができるようになっている。ただ絵を描いている最中に広告が出たり、何か大きく絵が描けなくなるような機能が制限されているというわけではないので、基本的に無料で使っても問題がないアプリと言えるであろう。またメディバンペイントプロで使えている機能が iPad 版、 iPhone 版、 Android 版で全て使えるというわけではない。 PC とスマートフォンやタブレットという機器の違いから実装されていない機能もあるということを知っておいた方が良いであろう。ただ iPad 版、 iPhone 版、 Android 版は指を使った直接的な描写をすることもできるので、一概にどちらかが劣っているというわけではないということも補足させていただこうと思うのである。ディープブリザード。そして今回我が解説で使うメディバンペイントはメディバンペイント4 iPad と呼ばれている iPad 版のメディバンペイントを使って講座の解説を取り行わせていただこうと思うのである。大きく PC 版や他のバージョンと違いがある際には補足を入れさせていただこうと思うが、基本的にはどのバージョンでも使える機能、そしてブラシで書いていこうと思うので、ご了承いただければと思うのであるぞ。ディープブリザード。こちらが iPad 版のメディバンペイントを起動した時の画面である。こちらの画面の左側にある書いてみようという項目の中から新しいキャンバスをタップすると、様々な項目が出てくるので、今回は新規作成をタップしよう。するとどのようなキャンバスサイズを作るかというのを設定することができるので、プリセットの中にある紙 A4 をタップしよう。するとこのような数値になって出てくると思うので、今回は幅を短い方にしたいので、幅と高さを入れ替えるをタップして、幅 21cm、 高さ 29.70cm になっていることを確認して完了ボタンを押そう。するとこのような画面になり、ここから絵を描くことができるようになる。ディープブリザード。まずは簡単に画面の解説をしておこう。画面左上にあるパレットがカラーと呼ばれる色を選択することができるウィンドウである。ここで好きに色を選んだり、パレットに色を登録することなどもできるのであるぞ。その下にあるブラシの項目で様々なブラシを選択して絵を描くことができるのである。画面右側はレイヤーと呼ばれている線や塗りを重ねながら絵を描くことができるのであるぞ。画面の右上にある3つ箱が並んでいるアイコンをタップすると、素材と呼ばれる項目になり、読み込んだ素材をここで管理することもできるのであるぞ。このあたりはまた後ほど解説をしようと思うのだ。また同じアイコンをタップすることでウィンドウの表示・非表示ができるようになる。こうすることで
書いている際に画面を広くしてできるようになるし、必要な情報をいつでも表示しておくこともできるのであるぞ。また画面の下にあるこちらのアイコンをタップすると、色のサイドや明度、色相を直感的にコントロールすることもできる。また選択しているブラシのブラシサイズを直感的に調整したり、ブラシの不透明度もタッチペンやアップルペンシルを使って自由に調整ができるようになる。どちらが使いやすいかは実際に書いてみながら好みの方を使ってみると良いであろう。ディープブリザードでは、キャンバスの基本的な操作方法も説明していこうと思うのであるぞ。指2本で画面をドラッグすることができ、ピンチイン、ピンチアウトで拡大縮小ができる。そして指2本で画面を回転させることで拡大縮小回転も同時に行うことができる。直前にやった作業を取り消したい場合は指2本でタップをする、トントントン。そしてやり直したい場合は指3本でタップをする、トン。こうすることで取り消しややり直しを行うことができるというのも覚えておこう。また取り消しやり直しは画面の下にあるショートカットバーというものを使い取り消しやり直しをすることもできるのであるぞ。ちなみにこのショートカットバーはこの右のアイコン部分をドラッグしながら動かせば画面の好きな部分に配置することができるので、自分の目につきやすい、作業しやすい場所に配置するのも良いであろう。ディープブリザード、ブラシツールの中にあるブラシのセットは最初は13種類のブラシが入っているが、それでは描きたいブラシが見つからない、ブラシの種類が少ないと思っているポンポコ人は多いのかもしれないが、実はミリバンペイントでは無料でたくさんのブラシを追加することができるのである。ブラシのウィンドウの左上にあるこのプラスのアイコンをタップするとブラシを追加というのが出てくるので、こちらを選択する。するとこの通り様々なブラシや装飾するためのブラシが出てきた。この中で魔王がおすすめするブラシをいくつか紹介しようと思うのである。ディープブリザード、まずはこちら、鉛筆ザラザラである。非常に書き味も滑らかで、そして近づいてみるとわかるが、この通り紙のテクスチャーも入っているのがわかるであろうか。引いてみると非常にしっかりした描線に見えながら、拡大するとアナログの雰囲気もあるため、我は非常に好んでこのブラシを使っておるのであるぞ。今後のミリバンペイントの講座の中で線画を描く際、特に説明がない場合は我は基本的にこの鉛筆ザラザラを使っていると思って良いのであるぞ。ディープブリザード、次に紹介するおすすめブラシは塗りつぶしである。こちらはこのように画面上に線を描くとその範囲内を塗りつぶしてくれるというツールである。色を平面に平たく塗りつぶすときなどに非常に役に立つブラシとなっている。このように描いた線の外周を塗りつぶしてくれるようになっているので、様々な用途に使いやすい、そして非常に時短になるツールなので、ぜひ使ってほしいブラシの一つであるぞ。ディープブリザード、そして魔王がおすすめする追加ブラシ、最後の3つ目は水彩ハードと呼ばれるブラシである。こちらは厚塗りに非常に適したブラシになっている。筆のタッチを残しながら重なった色を絶妙に引っ張って色を混ぜやすくしてくれている。厚塗りや水彩塗りなど幅広く使うことができるブラシなので、こちらもおすすめであるぞ。ディープブリザード、では実際にイラストを1枚完成させるまでの工程を見せていこうと思うのであるぞ。まずは先ほどダウンロードした鉛筆ザラザラを使ってラフと呼ばれる絵の下書きを描いていこうと思うのであるぞ。ブラシの設定を変えたいときは画面の下にあるブラシ設定というところをタップすればサイズや不透明度を変えることができる。
まずラフを描きたいので大きめのブラシサイズに設定をして、まずは画面にラフを描いていこう。アップルペンシルやスタイラスペンなどを用意すれば、それを使って筆圧のある絵を描くことができるのであるぞ。そしてこれは実際に描いてみないとわからないことなのかもしれないが、非常に線の描線が滑らかで、無料ソフトとは思えないほど繊細な筆圧を簡単に使いこなすことができる。これもメディバンペイントが人気であることの一つであろう。先ほども解説はしたが、描いていて画面をもっと広く使いたいときにはブラシツールのアイコンをタップ、そしてカラーのアイコンもタップすれば非表示にすることができるので、この広い画面を使ってまずはラフを描いていこう。ラフを描いていて線が重なりすぎて不要な線を消したい場合は、ブラシツールの横にある消しゴムツールを用意すれば簡単に消すことができるのであるぞ。こちらもブラシサイズを調整して消しやすいサイズで消すなどすれば、簡単に不要な線を消すことができるのである。ブラシツールで今描いているブラシを選択している状態でカラーの透明色を選択すると、ブラシツールの設定で線を消すということもできるので、こちらも自分のやりやすいスタイルに合わせて線を消すツールを選択すると良いであろう。このようにラフを描いていて描いている位置を調整したい、大きさを変更したいという場合のツールの説明もしておこう。こちらの移動ツールを選択した状態でキャンバス上でペンをドラッグさせると、この通り好きな位置に移動させることができるようになる。その横にある変形機能を使うことで描いている絵の拡大縮小や、このような自動変形、メッシュ変形と呼ばれるさまざまな変形機構を自由に使うことができるのである。そして変形が完了したら画面右上の完了をタップしよう。これで変形が適用されたのであるぞ。ディープブリザードではラフが描けたので線画の清書を行っていこうと思うのである。ここからはレイヤー機能を使っていくので、ぜひ覚えて使ってみてほしいのであるぞ。このレイヤー一覧のレイヤー1というところに線画を描いていた。この目のアイコンをタップすることで描いている絵を一時的に表示や非表示にすることができるようになる。このまま線画のレイヤーを描くと、このラフのレイヤーと線が被ってしまい綺麗に清書することができない。そのためこのレイヤーのプラスと書かれている部分をタップすると様々な項目が出てくるので、今回はカラーレイヤーと書かれているものをタップしよう。これで新しいレイヤー、レイヤー2が追加された。これでレイヤー1と関係なく線を描くことができるようになり、この通りレイヤー2に線を描くことができたのが分かったであろうか。もちろんこのレイヤー2を非表示にすることでレイヤー1だけを表示するということもできるようになるのであるぞ。では清書作業を行っていきたいが、レイヤー1の線画が黒い線画のままだとレイヤー2で清書を行おうとしてもどこに線を描いているのかというのが分かりづらくなってしまう。なのでレイヤー1を選択して不透明度を 30% 以下に下げておこう。こうすることでレイヤー2に線を描いたときにどこに線を描いたのかが一目瞭然になるわけである。では線の太さをだいたい10ピクセル前後に変更して清書作業を行っていこう。
これで洗顔の作業が終了したのである。ラフを描いていたレイヤーを非表示にするとこの通りすっきりと線画だけが残ったのである。ディープブリザード、いかがだったかの。今回はメディバンペイントの解説、そして基本操作、メイキングの線画の部分までをお届けいたした。次回はレイヤーの具体的な使い方から色塗り、そして仕上げの工程を解説していこうと思うのであるぞ。また今回の講座動画を見てわからなかった、難しいと思うことがあればぜひ動画のコメント欄に書いてもらえると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。